女優カンイェウォン、俳優キム・ウビンとの2ショットが話題。映画ラバンの試写会で。俳優リュスヨン、ジップとそっくりすぎると話題に。作曲家ドン・スパイク、懲役2年&8例島の薬物中毒プログラムの履修3985万ウォンの追徴金が命じられて法廷で拘束される。2021年12月から昨年9月まで9回にわたって約4500万ウォン相当のメタンフェタミンを購入し、14回にわたり使用した疑い。ジュノ、ドラマキング・ザ・ランド制作発表会に出席。BTS、防弾少年団、デビュー10周年を記念した公式ブック Beyond the Story 10 Year Record of BTS を7、9に発売。韓国語、英語、日本語など計23の言語で正式発刊される。エンハイプン、現代百貨店貿易センター店で予定されていたティファニーオープンイベントを安全上の理由で当日にジェイク&ソンフンが参加取りやめに。クーコン LA ラインナップ公開。エイティーズ、クラビティ、エバーグロー、アイドル、INI、イッチ、アイブ、ジョーイチ、ケプラー、ラピルス、エンミックス、レイン、ショーニュー X ヒョンマン、ストレイキズ、タエミン、テイアン、ザボーイズ、ウェーフ、カイカス、ゼロバセオネ。